どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。さてさて、今日も元気にゆっくり解説を始めていくわよ。その前に、霊夢へ確認したいことがあるぜ。確認したいこと？何なのかしら？昔、霊夢が読みたがっていた漫画を全巻セットで貸したよな。それって、いつになったら返してくれるんだ？え、魔理沙から漫画なんか借りてたっけ？おいおい、もしかして借りていたことをずっと忘れていたのか？きっと部屋を探せばあるはずだから、ちゃんと見つけて返すわね。だからそんなに怒らないでほしいわ。言っとくが、ゲームや充電器だって、貸したまま帰ってきていないぜ。そうだったかしら？最近物忘れが激しくなってきたせいで、記憶力が落ちてきちゃったのよね。人から借りたものはすぐに返さないとダメだぜ。それが原因で揉め事に発展する場合だってあるんだからな。最悪の場合、殺されることだってあるんだぜ。ちょっと待ってよ、貸し借りで人が殺されるですって？そんなこと本当にあるのかしら？おっと、信じがたいって顔をしているな。千葉県では、卒業アルバムを返さなかった。という理由で、恐ろしい事件が起きているんだぜ。その事件について詳しく教えてくれないかしら？ああ、いいぜ。というわけで今回は、千葉県18歳少女殺害事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。2015年4月20日、日本中を震撼させる少女殺害事件が起こったんだ。まずは、事件の被害者である N さんの人物像から話していくぜ。よろしく頼むわ。N さんは3姉妹の長女として生まれ、家族仲がとても良い家庭で育ったんだ。彼女は日頃から妹たちの面倒を見ていたぜ。それに、近所の人にも挨拶を欠かさない子だったんだ。へえ、いいお姉ちゃんだったのね。ああ、そうだぜ。彼女は私立中学校でテニス部へ入り、積極的に後輩たちの面倒も見ていたんだ。後輩の世話も役なんて、しっかりした性格をしているわ。しかし、N さんには別の顔もあったぜ。交際していた年上の男性と、飲酒や喫煙をしていたんだ。まだ中学生なのに、そんな遊びをしていたの？きっと悪い遊びを知ってしまったんだろうな。N さんは万引きをして、警察に捕まったなんて噂もあったらしいぜ。それが本当だとしたら、立派な不良少女になっちゃったってことよね。高校に入ると、彼女の思考はさらに悪化してしまうぜ。最終的には、学校を退学したんだ。あらら。学校を辞めてからは何をしていたの？繁華街で仲間たちと一緒に、ぶらぶら遊び歩いていたみたいだぜ。そんなある日、路上で客引きされた N さんは、ホストクラブへ行ったんだ。なんだか嫌な予感がするわね。その予感は当たっているぜ。N さんはホストに惚れ込み、彼と会うために店へ通い詰めるようになったんだ。ホストにがっつりハマっちゃったのね。もっと稼いで、彼と会える時間を増やしたい。と考えた N さんは、風俗店で働くことを決意したんだ。風俗なら短時間で簡単にお金が稼げると思ったのかしら？そうだろうな。だが、風俗で仕事をするのだって簡単じゃないんだ。顔写真のある身分証明書を提出しなくてはいけなかったんだぜ。なんで顔写真付きじゃないといけないの？未成年じゃないという証明だろうな。そっか、未成年を風俗店で働かせるのって違法だもんね。店側もリスクを回避するために、その辺は徹底しているのかもしれないな。N さんは当時18歳だったので、働くことは可能だったんだ。だが、肝心の身分証明書を持っていなかったんだぜ。運転免許証とかはなかったの？ああ、だから彼女は卒業アルバムを提出していたんだぜ。なるほどね。ただ、N さんは様々な風俗店で体験入店をしていたんだ。アルバムを店に預けたまま、何も言わずに次の店へ移ることを繰り返していたぜ。そんなことをしていたら、身分を証明するものがなくなっちゃうんじゃない？N さんは高校の同級生である湯浅成美から卒業アルバムを借りたんだ。勝手に身分証明書として使っていたんだぜ。しかも彼女は湯浅だけでなく、他の複数の友人からも借りていたんだ。いろんな人から借りまくっていたのね。友人たちはアルバムの催促で N さんに連絡を取ろうとしたぜ。だが、彼女は音信不通になっていたんだ。それは困るわ。特に N さんと仲の良かった湯浅は困っていたんだ。卒業アルバムだけでなく、化粧品や金銭なども貸していたんだぜ。なので N さんに対して、ものすごく怒っていたんだ。怒るのも無理ない気がするわね。そんなある日、湯浅は、記念日のお祝いとして、ホスト200万円のシャンパンタワーをプレゼントする、という N さんの噂を聞きつけたんだ。ホストへ貢ぐ前に、友達から借りたものを返すのが先よね。借りっぱなしで放置しているのはどうかと思うぜ。せめて返すのが遅れてごめんっていう連絡を入れるべきね。親しき仲にも礼儀ありってことわざがあるくらいだからな。この噂で、湯浅は N さんがホストクラブで大金を使っていると知ったんだ。そして、彼女を殺して報復するという計画を思いつくんだぜ。怒りが恨みに変わってしまったのね。
中途半端にやって、警察にバレると嫌だから殺す、と湯浅は思ったみたいだ。N さんへ報復をした後、通報されちゃうのが嫌だったってことかしら？そうだろうな。彼女を生かしておくと、都合が悪いと判断したんだと思うぜ。湯浅は N さんを殺すため、とある人物に相談するんだ。それって一体誰なのか気になるわ。じゃあ次は、その辺を含めて犯人たちの行動を話していくぜ。湯浅が相談したのは、肉体関係にあった当時20歳の井出祐樹という男だぜ。ふむふむ。二人は N さんを拉致して、現金を奪ってから殺害する計画を立てたんだ。この計画を実行するためには、他にも共犯者が必要だと考えたぜ。井出は事件直前に仕事仲間で同じ年の中野翔太を呼び出したんだ。そこで井出と中野は何を話したの？井出は、埋める前に殺すのと、生き埋めにして殺すのはどっちがいい？という風に中野へ尋ねたんだぜ。そんな恐ろしい質問をしたのね。突然そんなことを聞かれたら、正直引いちゃうよな。私なら聞かなかったことにするかもしれないわ。だが、中野は、殺してからだと思いから、そのまま生き埋めにして殺した方がいい、といったことを答えたんだぜ。平然と答える方もやばいわね。実は、中野は日頃から井出にパシリ扱いされていたんだ。二人の間には上下関係が出来上がっていたんだぜ。本当は嫌だったけど、無理やり協力させられたってこと？いや、子分として手伝ったって言った方がいいかもしれないな。中野は軽度の知的障害も持っており、善悪の判断が難しかった可能性もあるんだ。だとしても納得いかないわ。そこで警察に通報していれば、N さん殺害を防げたのかもしれないわよね。それよりも井出の言うことの方が、中野にとっては重要だったんだろうな。彼らはすぐにホームセンターへ向かい、N さんを拉致する道具を買ったんだぜ。道具って何なの？結束バンドや粘着テープ、騒ぎ声を上げないように口へ入れる靴下などだ。買い物が終わると、二人は井出の実家へと向かったんだぜ。実家へ行って何をしようと思ったのかしら。N さんを生き埋めにするための穴を掘るのが目的だぜ。井出は中野に、人が入れるくらい掘れと命じて、約1メートルの深さの穴が完成したんだ。1メートルって結構深い穴よね。成人女性が穴の中に座ると、すっぽり埋まるくらいだからな。井出は穴を見て、あれだけ掘って、女を埋めたらすぐに死ぬ、という残酷なことも言っていたんだぜ。怖すぎるでしょ。殺害準備が整うと、二人はレンタカーを借り、仕事帰りの湯浅と合流したんだ。そして N さんが通っていたホストクラブの前で待ち伏せしたぜ。だが、いつまで経っても彼女は現れなかったんだ。せっかく準備してきたのに、肩透かしを食らったのね。ああ、そんな三人の元にとある人物から連絡が入ったぜ。それって、まさか N さん？いや、湯浅の知り合いで当時16歳だった少年 A からだぜ。三人は車がパンクしたという彼の元へ行き、中野がタイヤの交換をしたんだ。ちなみに少年は、この時に初めて井出と中野に会ったんだぜ。へえ、初対面だったのね。パンク修理の後、A が運転する車に湯浅が乗ったぜ。レンタカーには井出と中野が乗って、4人で N さんを探しに行ったんだ。すると、N さんが友人と出歩いている姿を偶然見つけ、強引に道を塞いだんだ。逃げられないようにしたってことかしら？今度こそ絶対に捕まえてやると思ったんだろうな。車から降りてきた湯浅は N さんを責めたぜ。N さんはかなり動揺していたみたいだな。直接問い詰められるとは思っていなかったのかもしれないわ。もうすぐ仕事の時間だから。と言って、N さんはその場を離れようとしたんだ。だが湯浅は、無理やり彼女を車に乗せて連れ去ったんだぜ。心配した友人が N さんに連絡しても、全く繋がらない状態だったそうだ。友人は、N さんにただならぬことが起こっているって思うでしょうね。湯浅が何が何でも N さんを車に乗せようとしたのが気になったようだな。話し合うにしても、強引すぎるもんね。湯浅は N さんを殺す計画をどうしても実行したかったからな。井出の運転する車に N さんを含めて5人全員で乗り込むと、尋問が始まったんだぜ。尋問。最初は湯浅が N さんに詰め寄っていたんだ。だが、次第にヒートアップして N さんの携帯を奪ったぜ。井出は彼女の財布を奪うと、中身を勝手に見てこれだけかと吐き捨てたんだ。携帯も財布も奪われちゃうなんて、助けを呼ぶこともできないよな。しばらくすると井出は準備をしろと湯浅と中野へ合図を出したんだ。中野は、N さんを結束バンドで拘束したんだぜ。口には靴下を詰め込み、粘着テープを巻きつけ、頭には袋をかぶせたんだ。視界を奪われて拘束されるなんて、恐怖だったでしょうね。さらに井出は中野に、これからどうなるのかを教えてやれ、と言ったんだ。中野は身動きの取れない N さんに、お前はこれから死ぬんだよ、と語りかけたぜ。最悪ね。N さんは、タバコで根性焼きされ、暴力を受け、強姦までされたんだ。
ひとしきり彼女を痛めつけた後、4人は事前に穴を掘った畑まで車を走らせた。生き埋めにするため、移動したってこと？そうだぜ。スコップなどを持ってくるために、車は井出の実家へと向かったんだ。N さんは、もう一度、話したい、という朝に懇願したんだが、お前と話すことはない、と拒絶されてしまったんだぜ。少しくらい話を聞いてあげてもいいのに。湯浅は話し合いよりも、報復することが重要だったんだろうな。畑に到着すると、井出と中野は N さんを抱え、穴の中に彼女を置いたんだ。ちょっとだけ埋めといて、と中野に指示し、井出はその場を立ち去ったぜ。まるで畑仕事をするときみたいな軽いノリね。そんなノリで生き埋めを命令するなんてやばいよな。中野は言われた通り、死にたくない、と号泣する N さんの体へ土砂をかけていったんだぜ。彼女の悲痛な声をかき消すため、中野は必死に彼女を埋めたんだ。助けてって言っているのに、無視して生き埋めにするなんておかしいわ。ああ、そのまま N さんは窒息して死亡してしまったんだ。中野が N さんを生き埋めにした後、他の3人が畑にやってくると、もう埋めたのか、鬼だなー、とおどけたように井出は話していたんだぜ。まったくと言っていいほど、罪の意識がないわね。事件後、湯浅は友人たちに電話で、N さんを殺したことを自慢していたぜ。根性焼きしたら魚みたいに跳ねた。生き埋めにした。など楽しそうに話していたんだ。そんなことを自慢げに話すなんて信じられないわ。一応、このことは誰にも言わないでと友人に釘を刺していたみたいだな。そして中野も、今の俺は最強、というラインを知り合いに送っていたんだ。犯罪を自慢するのがかっこいいと思っていたのかしら？全然理解できない思考だぜ。だが、自慢話をしていたおかげで、警察はすぐに犯人たちを全員捕まえたんだ。自分が犯人だって言いふらしていたら、捕まるに決まってるわ。なんともお粗末な理由だよな。その後の裁判で、湯浅で中野の3人は無期懲役が確定しているぜ。実は、18歳の少女に無期懲役が言い渡されるのは異例中の異例のことだったんだ。え？そうだったの？それだけ凶悪な事件だったってことだな。ちなみに3人と共に事件現場にいた少年 A は、少年院送りになったみたいだ。今回のことをしっかり受け止めて、更生することを祈っているわ。そうだな。無期懲役になった3人も、N さんを殺害した罪の重さを理解してほしいぜ。自分たちがしたことが、どれほどヤバいことか分かってほしいわよね。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。18歳の少女が生き埋めにされるという衝撃的な内容の事件だったな。人に物を借りるときは、しっかり返さないといけないわね。報復で恐ろしい事件に巻き込まれることもあるかもしれないもんね。まあ、今回の場合はやりすぎだと思うぜ。返してもらえないことに怒る気持ちはわかるが、犯罪はいけないぜ。そうよね。まして生き埋めなんて、想像もできない話だわ。生き埋めにしたのは、殺してからだと思いからって理由だったんだ。だが、N さんをより苦しめるという目的があったのかもしれないな。湯浅は N さんを相当恨んでいたみたいだし、その可能性はあるわね。暴力される N さんの姿を見て、楽しんでいたみたいだからな。いくら恨んでいるからって、ひどいわ。痛めつけられている人を見て面白がるなんて、まともじゃないわよ。それに、犯行が終わった後に殺人を友人に自慢するのも異常だぜ。常軌を逸した行動が目立つよな。確かにそうね。まるで武勇伝のように言いふらしていたんでしょ？興奮していろんな人に電話していたそうだな。霊夢の言うように、武勇伝の一つになっていたんだろうな。よし、今回の事件についての解説は以上だ。今回の話を聞いて、人に物を借りるのが怖くなっちゃったわ。別に借りること自体はそれほど悪いことではないぜ。ただ、返す気もなく借りるっていうのが問題なんだ。私も、別に返す気がないわけじゃないわ。たまたまタイミングを逃しちゃうってだけなのよ。霊夢の場合は、言い訳が多いってのも問題だな。素直に認めて、次からしないように気をつけるべきだぜ。マリサの正論が胸に刺さっちゃったわ。その痛みを忘れずにいてほしいな。注意した時だけ反省したふりをするから厄介なんだぜ。これからは絶対に借りたものはすぐに返すようにするわ。なんなら誓ってもいいわよ。まあ、話半分程度に信用しておくぜ。私の信頼ってそんなにないの？というわけで、今回は、千葉県18歳少女殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。